どうも、ケルヌンムスです。今回は水着のピックアップ位置を回していきます。狙うのはレディー・アガロンです。まず見た目が素晴らしいですよね。白い水着なので、もう下着といっても豚になりますか。さて、この前と同じ茶番はここまでにして、ガチャを回していきます。今回も自分がキッカリバーを装備し回しています。それにしても今年の水着も豪華ですね。期待していたメルガンヘッドと来なかったものの、水着プーリン、エリセ、スカディ様などの魅力的なサバが勢揃いです。当然ながらエリセとスカディ様も狙いに行きます。皆さんは今年の水着は誰狙いですか？よければコメントで教えていただけると嬉しいです。そして今回の配布はワルキューレでしたね。しかも3機のうち1機を選択推定式。皆さんはもう決めましたか？自分はやっぱり正統派ウルトリンデかなと。でもヒルドちゃんのピンク髪も可愛いですよね。いや、スルーズのツンとした性格も捨てがたいですよね。これを選ばなければいけないのか。でもストーリー見て可愛いと思った子を選べばきっと選べるはず。これを迷わず選べる人いるのだろうか。これは念の選択会議が必要ですね。それか今からでも遅くないので3機ゲットできるようになりました。ご変更されることを願ってます。皆さんはどのように配布のワルキューレを選ぶ予定ですか？もし選んだ理由や選び方などあれば教えていただけると嬉しいです。ルシアヌンモスも参考にすると思います。さて、そろそろ最初の11連が終わりそうです。レディー・アガロン狙いですが、ガレスさんも当然狙っています。今年の水着は何機引けるか。自分は無課金勢なので毎年水着サバは6中2機引けるぐらいでした。ただ今年は周年の石をたんまりもらったので新規水着サバを全員確保したいです。まあこれだけ石があればきっと余裕ですね。ガチャは回転数が全て。偉い人もそう言っていました。ということで自分も回ります。ちなみにアルトリアのサンタウルタのセリフらしいです。金カードが来たデスカランサ、またピックアップ出ないですが嬉しいです。これで11連最後ですね。最初の11連はピックアップサバは出なかったですが、星4が引けたので良い方だと思います。では22連目を続けて回していきます。倍速にします。レディー・アガロンですが、見た目が好きなのはもちろん、性能も自分好みなのでその面でも確保したいです。イベントの星4霊装が来ました。この霊装のデザインも相当いいですね。下手したらバンされそうなデザインです。さて、先ほどのレディー・アガロンの性能の話に戻りますが、アーツパンのマーリンというところに注目されがちですが、自分は第2、第3スキルに魅力を感じています。第2スキルは攻撃アップ、 NP 増加に加えてオーバーチャージ増加があって、このオーバーチャージ増加系のスキルが好きなんです。自分は面倒くさがりでスキルタップ数を少なくしたい獣なので、NP 増加とオーバーチャージ増加がセットになっているのは嬉しいです。味方全体なので対象を選ばなくて良いのも魅力的ですね。あとは第3スキルの毎ターン敵のチャージ量が1減る状態付与も面白いです。無敵も強力ですが、こっちの敵のチャージ量管理系の能力も便利なんですよね。というところで引いておきたいサバです。ルンモスもそう思います。でもやっぱり引く一番の理由は可愛いからです。ルンモスはもっとそう思います。何事もなく22連は終わりましたね。まあイベントの星4連装が来たので続けて33連目を回します。金カード、鹿のセイバー、果たして。ガレスちゃんレッドです。33連目で星4を引けるのは相当良い方ではないでしょうか。これはもう勝ったも同然ですね。あとはレディーやバロンを引ければ完璧です。欲を言えばイベントの星5霊装も欲しいです。星5のイベント霊装デザインも良いですよね。ミキチッチとクヤンがチッチしている、素晴らしいです。
最近、霊装が素晴らしすぎます。少し前の話ですが、7周年のエイレイ霊装のメリジーヌは最高でした。迷わず交換しました。ちなみにもう1枚はこれにしました。二次回転、これは間違いない。レディーアガロンのゲットです。これは間違いなく念の響きです。ということで皆さんも念の教に入りましょう。自分の回ってガチャ引くだけで神引きできる優しい宗教です。変わってしまいましたが、なんとセイバークラスなのです。セイバーですので剣の準備はバッチリです。入り用になるかは分かりませんが、どうかご期待ください。マスター。やあ、私はレディアバロン。もちろん真実の名前だと思う。楽園の方から来た、ただの花の魔術師さ。せっかくの機会だから、君たちの旅路を少しだけ見守らせてもらおうかな。これからどうかよろしく、マスター。ということで定評かまったなしのぬんのすびきでした。爆死を期待していた方、今回は自分の勝ちですね。また、次回のガチャで勝負しましょう。次回も勝負してくださる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それにしても改めて見ても良いぬんのすびきですね。水着ピックアップ位置は今回ここで撤退するのが良い選択ですね。このケルヌンマス、石の計画性には自信があり、気がついたら回していた。もっと浪費しなさい、もっと浪費しなさい。これはもっと浪費しなさいというモルガン陛下の言葉。これはホーグレベルマックスを目指すということですね。ちなみに通常のマーリンはホーグレベルマックスなのですが、その際は石が2000個以上なくなりました。石が溶けるのは一瞬という儚いものです。追加の11連ですが、まあ星部の霊装が来たので、もっと浪費しなさい、もっと浪費しなさい、もっと浪費しなさい。まだモルガン陛下の満足回転数には足りないようです。もうすぐエリスとヒカディ様来るのに、何で回しているんでしょうね。まさかの50連でレディリアガロン2枚だと。これは流れが来ていますね。ほぼ欲しかった星ブレイソーだと。これは撤退する選択肢がなくなりました。ケルヌンマス先生の次回作にご期待ください。